さくらです。東方神起の2014年恥ずかしハプニング大報告会ということで、チャンミンさんハプニングがあったということなので、こちらです。イケメン台無し、妹が発見した空港での恥ずかしい姿とは。恥ずかしいじゃん。何ですかこれは。スケジュール的にちょっと忙しくて、朝一番早い便で日本に来なきゃいけなかったんですよ、はい、それであのなんか韓国でなんか起きたばかりでうとうとしながらちょっと服を着たんですけど、はい、なんか空港で写真撮られました。その写真があの T シャツがなんか裏と表がちょっと逆、あら逆さに来ちゃった、はい、裏に来ちゃった。タグもちょっと見えて、タグ見えた、はい、で、あの妹に何やってるのって注意された、妹さんに、はい、でそういう家族の愛を感じた、そういう家族愛の話だったんですね。兄ちゃん優しい、写真撮られちゃったんだ。じゃあこれは何でしたね。ちょっと恥ずかしかったですね、さすがに。めちゃくちゃ恥ずかしかったね。さあ続いてはゆうこさんの番です。ゆうこさんのハプニング、こちら。アクションシーンで起きたまさかのハプニング。アクションシーン、最近ドラマが終わったんですけど、ドラマの中でアクションシーンがあったんですよ。それでその、ま、回し蹴り、回し蹴りする時気合を入れちゃって思い切りやったんだけど、いきなりちょっと靴が屋根の上まで飛んでいっちゃって、それでスタッフさんが殺してそれをちょっと行ってきたんですよ。屋根の上に取りに行った。そうそう、そういう時ちょっと待っている間が本当に超恥ずかしくて、そうなの、みんなそうなっちゃうね。そう、靴待ちで、そうですもんね、現場ね。ですね、靴待ち、靴待ちですよ。ちょっとちっちゃい声で言ったらもっと良かったのに、思い切りで待ってくださいって。ちょっと恥ずかしいです。かわいい、かわいいですね。さあそんな本日のゲスト、東方神起の2人のニューアルバム Wiz があさって発売です。どんなアルバムでしょうか今回。本当にいろんな方の方が愛されるという、本当にいろんな東方神起の方をちゃんと含まれてるし、そして本当にいろんな方がと聞きやすい曲がたくさん入ってるから、皆さんよろしくお願いします。心が温かくなれるというアルバムだと思います、ね、キレッキレですよ、ね、ライブパフォーマンスも聞いてますね。見てんじゃない今日黒沢さんが。いや本当ですよ、もう黒沢さんにあのいろんな質問してこいって言われたんですけど、ライブパフォーマンス素敵ですって伝えてくださいって言われました。すみません、森さんと黒沢さんからのメッセージです、今のは。メッセージでした。メッセージ、はい、応援メッセージです、ね、応援メッセージでした、はい、届けました、ちゃんと、はい、ありがとうございます。さあ、ニューアルバムがあさって発売です、はい、皆さん、ぜひともチェックの方お願いします。お願いします。さあ、というわけで本日のゲスト、残念でしたけどね、ちょっとゲームの方は。すみませんでした、本当に。あ、ダメだ、負けたんですから、ね、ですけど。さあ、ゲストはですね、東方神起のお二人でした、ありがとうございました。ありがとうございました、ありがとうございました。さあ続いてはエンタメコーナーですよ。もうこっちのスタジオの方にもファンの皆さんがずらーっといらっしゃる。すごいです。いちごを食べた人たちは無事帰れると思っちゃいけませんよ。ゲームですか、これは。